四谷巫女役の原菜乃華です。すごく新しいなと思いました。これはなんかジャンルは何なんだろうっていう、すごく面白いなぁと思いましたね。で、完全にホラーとも言い切れないようなコミカルで面白い部分も強かったりして、でもやっぱりパッてなんか心拍数が上がるところ場面はすごく多くて、新感覚と言いますか、今まで見たことのないような作品だなと思って、楽しく原作も読ませていただきましたし、変わってるところもあるんですけど、台本の方も一番最初に原作読ませていただいた時に思ったミエルコちゃんの良さみたいなのがもうぎっしり詰まってる脚本になってて、なんか出来上がるのがすごく楽しみですね。見えてるのに見えてないふりをするっていう、なんか周りに見えてることがバレちゃいけないけど、見てくださるお客さんに怖がってることが分かるようにしなきゃいけないっていう、そのお芝居の塩梅がすごく難しくて、監督と逐一相談しながら細かい目線の動かし方だったりとかすごくこだわってお芝居させていただいたので、難しくもあり楽しかったなと思います。すごく大人びている、あとはすごく友達思いというか、人に迷惑をかけたくないとか、周りの人のためにっていう気持ちがすごく強い子だなと思って、私だったら絶対に見えていることが分かったらもう泣き叫んで周りに迷惑すごいかけちゃうと思うんですけど、ミコちゃんはそこで一つグッてこらえて自分で何とかしようっていうふうに思う、そこはすごく憧れるなと思いますね。一貫してずっと怖がってるけど、それがバレちゃいけないっていうお芝居の塩梅をもうインからもう最後の方までずっと監督と細かくお話し合いしながら調整してたなっていう記憶がありますね。割と最初の頃は怖いっていうのを前面に出してしまってたんですけど、監督から見てくださる皆さんからは巫女が見てる景色は見えてるので、そこを信じて演じてくれればいいですっていう風に演出していただいた時は、なんかすごく自分の中で一つ理解が深まったというか、あ、こういう風にやっていけばいいのかなっていう風に一つなんか正解を見つけられたような気がして、はい、しかとしますね。どうなんでしょう、まず泣き叫ぶと思うんですけど、私本当に怖いのダメで、ホラーも本当に苦手なんです。だからこれも試写会今から大丈夫かなと思って本当にちゃんと一貫してずっと目開けて見れる自信なくて、ちょっと鍛えていかなきゃなと思いますね。試写会までにいろいろホラー作品見ておかないとまともに見れないんじゃないかと思って、本当にそれくらい怖がりなので、だいぶ周りに迷惑かけると思いますね。すごく今まで見たことのないような作品になっていると思います。私もすごく完成が楽しみですし、ホラーあり、コメディーもあり、青春もあったり、怖い気持ちになったり、懐かしい気持ちになったりと思ったら、次の瞬間はたくさん笑ってたり、見ててすごくいろんな感情になるというか、そんな作品だなと思います。ぜひ劇場に足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。